1883年2月20日、宮城県で誕生。12歳の時、母が亡くなる。父が再婚。13歳の時、友人たちと和歌などの解放誌を作る。よく女木太夫を見に行っていた。小説家になることを決心する。東京大学に入学し、その講師が夏目漱石だった。小説の処女作は、ある朝、同人誌、白樺発行。父親とは仲が悪かった。家出をする。夏目漱石から執筆の依頼が来るが、自身の連載も進まなかったので、断る。自責の念に駆られ、3年間活動を休止する。武者の工事実篤のいとこと結婚。父は猛反対。そんな中、漱石が亡くなる。それをきっかけに、執筆活動を再開。木の先にてを発表。父と和解。1949年、文化勲章受章。1969年、随筆。ナイルの水の一滴発表。1971年、帰らぬ人となりました。23回も引っ越しをした。家族への思いがとても強かった。それを作品にした。彼は誰？